大塚製薬会社の離島ごっこについてお伺いしたいと思うんですが、大塚さんとはですね、もともと一番最初に声をかけて担任に出てもらったという、まあ、それ以来のずっと同志としてやってきた仲間であります。もともとですね、将来は名古屋市長を目指したいというお話をありました。ですから、もともと大塚さんが政治を目指すというところの、この思いにあったのは名古屋市長であったと。名古屋市長になったからといって、別に私たちの関係が切れるわけではありませんし、立場は違う形で、大塚さんは名古屋市長という立場で名古屋のことを、そしてまた日本の国全体にとってもいい方向になっていく、そういう思いで市長を目指されるということでありますから、名古屋を良くする、日本を良くするという思いは変わることはありませんから、これからも二人三脚で政治の活動を、ね、一緒にお互いにやっていきたいなというふうに思っています。